こんにちは、プルポペ工房です。今回はスイーツホイップデコをやってみたよ。まずはこのモールドを使ってスイーツを作るよ。レジンに着色料を混ぜて生地作りから、あまり濃すぎないように。また着色料が多すぎると硬化不良の原因になるから調節してね。着色料にくすみカラーがあるとお気に入りの色が出しやすかったです。ここからはひたすら生地作りです。モールドに流して UV ランプで固めます。好きな形ができたら美味しそうに見えるため、水性ペンやスイーツ作りには欠かせないタミヤデコレーションシリーズ。焼き色の達人があると簡単に焼き色がつけれるよ。色をつけたら最後にレジンを塗って保護してね。いろいろ作ったよ。美味しそうに見えるかな。さあ、ここからデコしていきます。 B7 サイズの硬質カードケースを使います。忘れずに保護フィルムを剥がしておいてね。このケースは横入れタイプのものです。まず後でチャームをつけたいので、リングをしっかり接着剤とレジンで取れないように固めます。ホイップした後に迷わないように、大体の配置場所を決めておきます。決まったら紙コップとホイップ袋の準備です。2種類のホイップを作ります。紙コップにセットしておくよ。ホイップにはシリコーンシーランドのホワイトを使います。着色する場合は紙コップに適量を入れてレジンの着色料で色付けします。シリコーンシーランドは空気に触れるとどんどん固まってきちゃうので、素早く作業をしてね。好みの色になったら袋に詰めます。平たいもので袋を整えて口を閉じておいてね。もう一つはホワイトのままなので直接袋に入れます。袋を整えて準備ができたらホイップデコをするよ。まずは外側からホイップしていきます。次に内側をホイップしてデコパーツを置いていくよ。後からパーツが取れないようにしっかり押さえてね。
ホイップが乾く前にどんどんデコしよう。ところにビーズを置いたよ。バランスよく配置ができたら、ホコリがつかないところで2日ぐらい置いておきます。匂いの方もそんなに気にならなくなるよ。出来上がりました。どうでしょう。なかなか可愛くできたなと、自画自賛で満足です。アーモンドクッキーのチャームもつけました。ホイップデコ作り楽しかったので、もっと他にもたくさん作りたいな。右側の作品はペイペイフリマで販売中です。見てくれてありがとうございました。